ピエール・ルイス。ピエール・ルイスは、ベルギー生まれのフランスの詩人、小説家、高等派の流れを組む象徴主義の詩人であるとともに、古代ギリシアに関する外白な知識に彩られた、感動的なヘレニズム世界を描いた作家として知られる。また、若き日のジット、バレリー、ドビュシー、ワイルドラと親しく交わり、彼らに影響を与えた。 1870年12月10日に、両親が、不屈戦争の戦火を避けて疎開していた、ベルギーのヘントに生まれる。出生名は、ピエール・フェリックス・ルイ。ルイ家は、シャンパーニュ地方の裕福なブルジョアの家系であり、父は弁護士のピエール・フィリップ・ルイ、母はその5歳であるクレール・セリーヌ・マルダンで、ピエールはバシであった。ただし、父親に関しては、彼の腹違いの兄で、 ルイ家の長男であるジョルジュ・ルイが本当の父親であるとする説が有力である。ルイス自身もポゾール王の冒険をジョルジュに捧げた際に自らも、兄の長男であると称している。なお母方の王子にはナポレオンの副官を務めたジャンイコール・アンドシュ・ジュノーがいる。母親の死後より外務省に勤めていた長兄のジョルジュと共にパリに暮らす。 1882年からパリロックにある中高一貫の私立校、アルザス学院に通い始めた。この頃時系ポールと特に親しかった。ポールは13歳年上で医学を志し、古典にも通業した人物であった。だが時系は病院の通勤助手をしていた1884年に結核で亡くなり、その死はピエールに激しい衝撃を与えた。 少年時代より、ビクトル・ユモーやワーグナーなどに傾倒し、崇拝する。また、ラテン語などの勉強に打ち込み、学業においても優秀な成績を収めていた。1888年には、アルザス学院に復学してきたアンドレ・ジットと同学級になり、交友が始まった。二人は、活発に書簡のやり取りをするようになり、ルイスは、ジットの所属作、アンドレ・ワルテルの木の生成を、 その構成や、同書の冒頭に寄せた、編集中期の執筆などにより、手助けしたり、内気なじと文学サロンに連れて行ったりした。ジット自身が曰く、コーチを必要としていた彼に、まさにその役割を、ルイスは果たしていた。その他友情の模様は、ジットの回想録、一粒の麦もし品ずばに詳しく、書かれている。ルイスは、その後、理性の最終学年を、 ジャンソンイコールドイコールサイ高等中学校に転校して収めた。この頃同級生たちとポタッシュルビューという同人誌を刊行し、同誌に匿名で作品を発表し、旺盛な執筆活動を行った。この雑誌には、ジットも筆名を用いて誌を寄稿している。1889年秋からパリ大学に入学し、法学部と文学部に登録。 1890年5月、パリの学生代表施設団として参加したモンペリエ、大学創立600年記念祭において、当時同大学の法学部生であった一歳年下のポール・バレリーに出会い、信仰を結ぶ。ルイスは、バレリーとの手紙の中で、バレリーの尊敬するマラルメの詩を書き送るなどして、彼を大いに感激させた。ルイスの方でも、バレリーの影響で、 マラルメに親しむようになり、マラルメの主催するサロン歌謡会に顔を出すようになる。マラルメの知域を得たルイスは、彼にバレリーの死を紹介し、マラルメとバレリーを引き合わせた。またその後、ルイスの仲介で、ジッドとバレリーも親しく付き合うようになる。この年の秋頃から、本来のせいである、ルイを解明して、ギリシア風にルイスと署名するようになる。 1890年12月より、歌謡会を通して、信仰を深めていた詩人、アンディ・ド・レニエの紹介で、ルイスは、高等派の詩人ジョゼ・マリア・ド・エレディアの主催するサロンに、出入りするようになった。土曜会と名付けられたサロンで、彼は、エレディアの次女と三女で、最愛の女性となるマリー・ド・エレディアと、最初の妻になるルイーズ・ド・エレディアの姉妹に出会う。この頃ルイスは、 医師から三年の余命宣告を受けていた。この宣告は結局誤診であったが、母と時計を結核で早くに亡くしていたルイスはそれを、信じ込み、相続した父親の遺産三十万フランを3、当分し、高価な寄港本などを勘あさり、宝刀に明け暮れる生活を送っていた。百九十一年三月、ルイスは、自らが主観となって LA コンクという遮脱な、 想定を施した豪華な同人誌を刊行した。この同人誌は同世代のジットやバレリーなど若い詩人の作品が掲載され、他、ルコント・ドリール、マラルメ、エレディア、レニエなどの先輩世代の詩人にも寄稿を依頼していた。総刊号にはバレリーのナルシス・カタルが掲載され、大きな反響を呼んだ。また、この年にはオスカー・ワイルドとの交流も始まり、 ルイスは、ロンドンのワイルドの元を訪問したり、ワイルドの儀曲、サロメのフランス語版の校演を担当し、同作を検定されたりと、友好関係を結んだ。1894年、ルイスは、ビリティスの歌を、独立芸術書房から刊行する。本書は、サッフォーと、同時代を生きた古代イギリシアの女流詩人ビリティスによる、 死のフランス語訳という体で、ルイスの自作産文詞を発表したものであった。関東に、ビリティス伝をつけたり、所々に翻訳不可の文字を入れたり、参考文献リストを示したりといった、数々の丹念な細工をルイスが施したために、彼の嘘に騙された評論家たちは大恥をかくことになったという。また、この詩には、彼の親友であったドビュッシーが曲をつけている。 1896年には出世作の小説アフロィットが刊行された。この作品は詩人フランスはコペの絶賛を受け大ヒットし空前の売り上げを記録した。1898年小説女と人形を発表。この作品は現在までに5度映画化されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。